まずは石の拳と呼ばれます伝説的なボクサーロベルト・デュランです。パナマが生んだ国民的英雄です。70年にプロデビュー、ライト級、ウェルター級、ジュニアミドル級、ミドル級を制し4階級制覇を達成。46歳の今もリングにかける情熱は全く衰えることを知りません。これまでの成績は114戦101勝13敗、101勝のうち69の KO 勝ちがあります。今日デュランと対戦するのはフェリックス・エルナンデス。コロンビア・スクレ出身です。91年にプロデビュー、95年に IBF ラテンアメリカタイトルをかけブラジルのレジナルド・アンドレードなど強豪と対戦しています。成績は16戦10勝5敗1引き分け、10勝のうち7つの KO 勝ちを記録しています。デュランの地元パナマでの対決となります。浜さん、はい、ヘビー級が、ね、沈んでいた80年代を支えた、ね、4人のうちの1人と言われてますけども、その時に中量級を盛り上げた選手の中の1人ですよね。やっぱり何といっても例えば打たれた場合のは普通痛くないような表情をするのが選手なんですね、そこで打たれたカーッとなって出てきますからね、こういったところがみんな引きつけるところでしょうね。そうですね、香川さんね、お詳しいんでちょっと短めにやっていただきたいと思いますけど、はい、まあ、語ったらキリがないと思いますが、一番語りたいのはデュランに関してはどの辺ですか。ここやっぱり、まあ、気の強さもあると思うんですよ。彼のほとんど唯一の KO 負けのハーンズに負けた2ラウンドに完璧に負けたのに、あの後立ってたら俺が勝ってたっていきなりリング上で言ってたというらしいんで、それだけやっぱ気の強さに裏打ちされた強さだと思うんですよね。まあ、4階級制覇を成し遂げましたロベルト・デュラン、今日はどういった石の拳パンチを見せてくれますでしょうか。はい、早速その試合の方をご覧いただきましょう。デュランの地元です、パナマのパナマシティで行われた試合です。どうぞ。熱狂的なファンに迎えられまして、今花道をリングに上がっていきました。石の拳、パナマが生みました国民的英雄、世界的英雄といっても過言ではありません、ロベルト・デュランです。年齢が46歳になりましたロベルト・デュラン、しかしまだまだこれだけの人気を誇ります。ライト級時代は豪快なノックアウトで V12 を果たしました。そして王座を統一、その後ウェルター、ジュニアミドル、ミドルと4階級制覇を達成しています。最近でも試合を続けていますロベルト・デュランが今日迎える相手はフェリックス・エルナンデス、コロンビア人です。まあ、中南米対決、しかしパナマ、デュランの地元で、戦うということもありまして、もう香川さん、完全にこのリングサイドというのはデュランの声援一色のようですね。すごいですよね、なんか教祖様登場って感じでしたね。本当にそんな感じですね。リングアナウンサーが、アナウンスが行われています。スーパーミドル級のノンタイトル10回戦です。まあ、エキサイトマッチでも何遍か浜田さん、はい、このデュランのね、はい、最近の試合ぶりというのはご覧いただいてますけれども、今エルナンデスがコールされました。浜田さん、最近の戦いぶりについてはどういう印象ですか。やっぱり流れはそんなに作らないんですけど、一瞬一瞬瞬間的なタイミングはまだまだ持ってますね。はい、大歓声です。ロベルト・デュラン、これが115試合目になります。101勝を挙げました。負けた数は13。97年6月パナマで、つまりここですね、ホルヘ・カストロ相手に100勝目を挙げています。その前にはマッチョ・カマチョとも、ね、対戦しております。あれも印象深い試合ではありました。なおこの試合はハイライトでお送りしています。デュランは確かデビュー戦が1967年とかだったと思うんですけど、はい、もう30年ですからね。四半世紀超えてますからね。僕の人生そのままボクシングやり続けちゃったわけですから、すごいですよね。本当に。まあそれで100戦以上っていうのはうなずけることはうなずけますけどね。ただ100戦っていうと考えたら気の遠くなるような数字ですね。そうですね。
さあ試合開始です。スーパーミドル級のこれはノンタイトルの10回戦です。もう説明の必要はないと思いますが、デュランがこの黄色の黄色っぽいトランクスを履いています。どういった動きをこの試合で見せてくれますか。右のストレート、これをかわしてところに入りました。エルナンデスは手を投げですね。あ、そうですね、はい、中南米同士の一戦になっています。しかしデュランのこの決して細いとは言えない胴回りも見慣れてしまいましたね。男性もやってると単独というやつでしょうかね、これで納得させてしまいますから、すごいですね。まあこれでいてボディは強いんですよね。右に突きます。右をかぶせてきました。どうしても挑戦者と言ってしまいたくなりますが、フェリックス・エルナンデス、これはタイトルマッチではありません。ですね、いきなり右を放ちましたが、これによってダウン、ロベルト・デュラン。珍しいカウンターの組み方しましたね、今のは。しかし、すぐ立ち上がりました。ダメージは全然、おっと、ダブル、クリンチに行きます。これは場内、かなりざわついています、ざわついています。左振っていきました。右のスレート、また入ったか。珍しく効いてしまってますね。はい、クリンチに行っています。防戦一本となりました。第1ラウンドです。また第1ラウンドです。入ったカウンターをいつもはよく取るんですけどね、逆に先にやられた、やられてしまいましたね。おっと、ビートスルート、スルート向きが止まっています。膝がちょっとガクガクしてますね、完全にロベルト・デュランスタートをしくじりました。失敗しています。今のもろに正面衝突ですからね、はい、今のは効きますよ。さあこれは伝説的な、もう戦い言いながらもう伝説に入っていると言ってもいいと思いますが、ロベルト・デュラン、これに勝つチャンスです。フェリックス・エルナンデス、アッパーを突き上げてきました。これをかわしました。しかし、動かないですね。いや、まあ、足がですね、なかなか膝のバネがちょっと効かないですね。動きが止まっています。ついた方がいいですね、デュランとしては。あ、もっとくっついた方がいい。いや、もうくっついた方がいい、残り30秒、おー、倒れ、右クロス、いやこれは先にエルナンデスのパンチが届いています。あー、またもらいました。クリンチ、思わず香川さんもうなってしまいます。これは最近になく珍しい、こう厳しい立ち上がりになっています。ああいったカウンター食ったのは初めてじゃないですかね、4ヶ月ぶりの試合です。ロベルト・デュラン右から入っていきました。あーっと、ここでゴングです。第1ラウンドなんとかしのぎましたが、なんとロベルト・デュラン第1ラウンドにダウンを期しました。これは浜田さん、油断というか、どういうパンチでしょうね。やろうとしてた、自分が打とうとしてたことを先に読まれてしまったわけですよね、はい、今まで読むんですけどね、これですね、見事なタイミング。あ、しかし自分では苦笑いでしょうか、薄ら笑いを浮かべました。これはダメージ大きいですよ、正面衝突ですよ。これは足が突っ張ったままですから、普段だともっと膝がバネが効くんですけどね。香川さん、よくこのラウンド持ちましたね。そうですね、ちょっと同じ試合結果になってしまうかと1ラウンドね、1ラウンドのオープニングヒットっていうのは効くんだと思います、うん、せっかく伝説的ヒーローを迎えています。もうちょっと見たい、そんな気持ちでいっぱいでしょう。ファンの皆さん、スーパーミドル級のノンタイトル10回戦です。ロベルト・デュラン、シュアーレイ・レナード、それからハーンズ、あるいはハグラー、この3人とともに4人で80年代を中量級支えてまいりました。ロベルト・デュラン、まだまだ戦い続けています。デュランです。どうですか、動きは浜さん。いやー、やっぱりまだ足がぐらついてますからね、回復を待った方がここら辺はね、いいというか、だからそれは待ち方がどういう待ち方するかですよね、まあジュランみたいに回復力の速い選手はこういったクリンチして時間が経てばまた回復もするわけですよ、ですからエルナンデスとすればそこをクリンチするんじゃなくて打ちどころなんですけどね。あ、なるほどね。大きなチャンスをフェリックス・エルナンデス迎えています。
右のストレートはかいくぐりました。まだ依然としてクインチ相手に胸を預けていきます。まだ足がガクガクしてるんですよ、回復を待っています。ベテランデュラン、今まだこういった足がガクガクするようなダウンはなかったんですけどね、いや香川さん、リングサイドもみんなカゴに手を当ててシーンとしてますね。まずいぞこれはという感じでしょう。みんな今日初めてね、デュランを見たわけじゃないわけですからね、これ今日初めてだったらまあこんな体型だししょうがないかなって思うかもしれませんけど、やはり10年前20年前の栄光のデュランを知ってる人たちですからね、パナマの国民ですからね、もうやっぱその痛々しさもあるんじゃないでしょうか ね。リングサイド年配の方も目立ちますが、特にもうあの人たちはもうオーバーラップさせ、おーとまだまだ同じタイミングでしたね。今初回のイメージをオーバーラップさせいることでしょう。立ち上がり非常に危ういロベルト・デュラン、ただ気分的には強気強気ですね。はい、落とされます。デュランが強気、リングソルト、リングソルト踏みましたけど強気強気ですよ。出ていきます、これでも出ていきます。入ってくるところカウンター、いや取れない。これもうスピードで負けてても知らず知らずに動いちゃうんでしょうね、まあ、自分の体で覚えてるというところですね、その体が反応がワンテンポ遅いというのは自分では分かったですかね。今のはこれをどうにか戻したいという気持ちが今出てると思いますよ。相手の右のクロスは外に弾き出しています。ロベルト・デュラン、花が馬が生んだこのボクシングでの英雄、国民的英雄ロベルト・デュラン、ここでゴングです。第2ラウンドを終えました。まだまだ足突っ張ってますね。もう少し時間欲しいですね、もうちょっと、はい、採点で言いますとエルナンデスになりますか。1ラウンドが10対8ですよね、このラウンドがまたエルナンデスの ラウンドですね、はい、このラウンドのリプレイです。これもね、もらってしまいましたからね。ただ前世紀当時のやろうとしてること変わってないですね。あ、そうです、やろうとしてますよ。瞬間瞬間遅れてるわけですけどね、はい、この試合はハイライトでお送りしています。続いて第5ラウンドご覧いただきましょう。右を出していきました。デュラン足が回復しつつあります。スーパーミドル級ノンタイトル10回戦、まあ、いろいろなデュランを各層のファンが知っていると思いますけれども、一番強烈な印象の香川さん、はい、デュランというのはやっぱりライト級ぐらいですか。 どの辺ですか香川さん的には。僕はこの一番強かったのはライト級ウェルター級の時代だと思うんですが、やっぱりジュニアミドル級でカーンズに2ラウンドで倒された試合がなぜか印象に残ってますね。殺人的なパンチでしたからね、ハーンズのパンチは。それを受けてもやっぱり俺は立ってたら勝ってたっていうぐらいの、はい、なんかどっから来るんだろうと思うぐらい玉じもがあったと思うんですよね。そうです、まあそれ性格でしょうね、負けた瞬間にいや勝ってたっていうわけですからね。しかも完膚なきまでの KO でしたからね。あの試合は本当に頭から落ちましたね。ちょっと押し合いが続いています。揉み合いが続いています。これもある意味デュランのペースなんですよね。レナードとやった時も押して押して押した中から活路を見出してっていう感じで押し切りましたからね、少し息ではありますけど、少し足 の動きが緩やかになってきましたね、デュランは。はい、やはりこのような体勢を続けているうちに徐々に徐々に回復しているようですね。そういうことですね、はい、左を出していきます。おー、ダウンだ、ダウンだ、チャープでしたね、今右でダウンを取りました。素晴らしいタイミングです。今のはダウン取られたのも全く同じお返しですね、すごいですね、知ってますね、もう、わー、すごい、お客さん大喜びです。このタイミングですね、このタイミングなんですね、この一瞬のタイミングは体で覚えてますね。これが往年のデュランのタイミングです。これ物が飛んできて、そうですね、中断しますね。かなり何かリング内にありますね。せっかく今チャンスなんですけどね。あ、これ時計を止めたようです。
紙コップならず缶ですね。缶が入ってきましたね。おお、これはビールですね。当たったんだ。なんか当たったんでしょうか。エルナンデス倒れ込んでしまいました。今なんか後頭部に見上げて何か飛んでたような気もします。まあ、ビビンは打ってないでしょうけど、ビンなんかだと危ないですよね。あーっと、いや、せっかくね、いいところなんですからね、水で刺さないでほしいですよね。あー、大丈夫です、大丈夫です。さあ、試合再開、まだ53秒時間で、どれだけエルナンデス回復したかですね。あれだけスッと起き上がりましたから、あるいは何かこう休んだっていうことも考えられますか。そういうことなんですね。うまく休めましたね。かもしれませんね、今ね。ロベルト・デュランとフェリックス・エルナンデス、エルナンデス。これは展開的に面白い展開になりました。ダウンを奪い返しています、ロベルト・デュラン。改めて敵地で戦ってる怖さを思い知らされたでしょうね。パナマのファンの皆さんも熱くなりますね。しかし、ミドクロスか。当たってはいません。何かどこかで乱闘があるようです。そうでしょうね。一歩吹いています。それどころではありません。お客さんもボクサーになった気持ちなんでしょう。あ、ね、あれだけ投げてたね、国民性ですからね、多くのものを投げ入れてしまいました、リングサイド。それによって若干、時計が止まっております。あ、ここでゴングです。いや、第5ラウンド、デュランが第1ラウンドで奪われたダウンを奪い返しています。いや、今のタイミングは抜群ですよ。これ早く VTR を見たいというあのタイミングですね。あの右だけ急にシャープなのが出ましたね。出てきました。こんな大きくなく急所を捉えましたね。全く一段でやられたことのお返しですね。あんなパンチが来るとは思わなかったようなこう、アクションです、エルナンデス。このスピードで来られたんじゃ、予想しなかったでしょう。ビニー・パチエンサとデュランがやった試合でも2年前ですか、ああいう右で5ラウンドにダウンさせてるんですよね、タフなパチエンサを。だからやっぱり一発でパシッと行くときはまだいけるんですよね、デュランは。瞬間的なものを持ってるんですよ。なるほどね。これを続けきれるといいんですけど、やっぱり続けるにはやっぱりキレがまた必要になるんですよね。カズンでは3年前になります、ね、もう95年ですよ。そうですね、1月です。さあ、第8ラウンド、ミドスレート、これは下がったか、またクリンチか。これはあいつところにデュランのクリンチ、あー違いますね、食らいついてるのはエルナンデスですね。ミドスレート、当たってしまった。カウンターをもらってしまいました。いました、ね、いや、前に押していきます、デュラン。こういうところがやっぱり前世紀と違うところではありますけどね、しかし今なんかカウンターズがタフではありますね、はい、第8ラウンド、まだご覧のように時間もたっぷりあります。前世紀のデュランだったら、はい、ああいう一発を借りに食った時ってやっぱプライドの傷つけられ方が尋常じゃない感じで、髪の毛逆立てながら襲いかかっていくっていう姿がね、あっと威力がなかったようです。ちょっと髪の毛逆立ちませんね、今ね。そうですね、頭で分かっていて体が思うように動かないというところもあるんじゃないですか。ナイスカウンターです。またダウンを奪いました。このカウンター、ダウンでしょう。ダウンでしょう、これ、ダウンです、ダウンです。ちょっと今難しい判断でもありますけどね、ぐらついたところを最終的にはプッシングもあるわけですよ。さあ、続行です、続行です。ミドルスレート、左返します。デュランが当たり優先になってまいりました。一発は持ってるんですね、やっぱり、ここ一瞬のひらめきというのはすごいですね。いやー、やっぱそれは持ってもらった先生の勘ですよね。伊達に101勝を挙げていません。当たり右サイドに入ります。しかし、やっぱり普通の46歳じゃないですね。このスピードは出ないと思うな。ダウン、完全なダウン、完全なダウン、アンダーザイヤーですね、耳元に。完全リーチ差で落としている。ダメージが残ってるのが吹っ飛ばされてしまったんですね、そうですね、グラグラっていう感じでしたね、はい、さあ、ここで終わってしまうのか。あと20秒近くあります。第8ラウンドです。
2つのダウンがあります。タイミングは良かったんですけど、かすりましたね今のは。まもなくゴング、第8ラウンド終了です。エルナンデス2つのダウンがありました。ノックアウトチャンスでしたけど、もったいなかったですね。ブランは目のあたり、危険ですね。ああ、切れてますね。ああ、切れてますね。ああ、これですね、最初のダウンです。押さなくても一発当たれば取れたですけどね、今のは。自分の体を前に行ってしまったというような感じですね。これが2つ目ですね。ああ、これはもう気づかんで吹っ飛びましたね。さあ、試合は第9ラウンドに入ります。スーパーミドル級ノンタイトル10回戦。最初のダウンでは、まあ、リング内にいろんなものが投げ込まれたんですが、さすがに第8ラウンドの2つのダウンに関しては、ものが投げ入れられませんでした。また右、また狙っていきます。さあ、もうお客さん完全に期待しています。これも浜田さん、勝負はこのラウンドだろうというような感じでね、期待感がいっぱいになってるような感じですね。まだダメに残っているはずですからね。これが10ラウンドに持っていかれてしまうと、はい、相手もノックアウト負けだけはしなるかというんで頑張るんですよね。勝負はこのラウンドですね。長いロベルト・デュアン の、 このキャリアの中に黒星で刻み込まれたくはないでしょう、エルナンデス。パナマの英雄、全世界でも圧倒的なボクシングファンの支持を得ていますロベルト・デュラン。まあ、一方反対のね、デュラン、そうかなという人も確かにいるようですけれども、それだけ注目度は高いと。確かに80年代は輝いておりましたロベルト・デュラン。デュランは去年の97年のパナマにおけるファイターオブザイヤー、はい、最優秀選手になっているんですよね。あ、そうなんですか。でファイトオブザイヤー最優秀試合がこのデュラント元ミドル級チャンピオンのホルヘカストロ、竹原選手に敗れたカストロとの第2戦が最優秀試合ということで、ああ先ほどご紹介した試合ですね、はい、100試合目勝利飾ったと。100勝目ですよね。そうですね、100勝目を挙げた試合です、ね、ある意味そのプレゼントだったのかもしれないですけども、パナマからの、まあ、逆に言えば僕のまだちっちゃかった頃、パナマっていうのはすごい強い国のイメージがあって、イラリオ・サパタとかエルゼビオ・ペドロサとかいっぱいいたのに、今やっぱりデュラン、それでもデュランに頼らざるを得ないような台所事情っていうのがあるのかもしれないなとも思ったんですけど、まあ、国によってね、若干あのスタイルは違うようですけど、中南米というのは今でも浜田さん、はい、恐るべきね、その潜在能力っていうのはあるようですからね。それとやっぱり、まあ、日本ではちょっと古くなりましたけど、ハングリー精神がある国ですよね。あ、なるほどね。まだまだそういった、ボクシングに対する日本とは違った情熱が、拳一つで打ちを立ててやろうという気持ちがある国ですよね。そういった国民の中、ファンに圧倒的支持を得ているロベルト・デュラン。そうでないと46歳戦って100勝目を、そういったね、まあ、ベスト試合に、ね、ランテがもらえないですよね。また驚異的ですね。ゴムです、第9ラウンドを終えました。ちょっとこのラウンド、まあ疲れが出たというラウンドではありますね。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけど、まあ、ノックアウトをしには行ったでしょうけど、相手は効いてて自分も疲れていたというラウンドですね。両者とも疲れているようです。まあ、仮に2ラウンドノックアウトできないにしてもダウン動けみたいですね。そうですね。さあ、第10ラウンド、これがラストラウンドになります。ノンタイトル戦、左リードブローを出していくのはエルナンデス。
この後の4でまだよそ見をしていらっしゃる客船がいます。ラストラウンドです。おそらくどっかで喧嘩してるんでしょうね。先ほどは左の方でありました。今度は右の方でやっているようです。結構荒っぽい、お客さんたちでしょうね。ボディーブローの打ち合いです。さあ最後倒しきることができるのかロベルト・デュラン。勝てばこれが102勝目。デュランコールも怒っているようです。パナマシティで行われている試合。ちょっと食いましたな。パンチがある選手じゃないと思うんで多分それで助かってると思いますけど、なるほど、本来ミドル級スーパーミドル級でパンチのある選手のねああいうのもらったらちょっとデュランもって感じですよね。ミクロスから、確かに全体的な動き見てますと最初ダウンから始まってますから何とも言い決めつけがたいと思うんですが、デュランは後半に行けば行くほど当然ながら40代歳ですから失速していくわけですよね。まあ今まではラウンド何ラウンドに行ってもスピードパンチ力落ちなかったんですけどね、まあこれはやっぱり20年そして10年前の話ではあるんですけど、やっぱり思うように体が動かないという気持ちなのかなと思いますね、はい、本人はどう思っているか、頭で分かっていて、体が動かんというような状態じゃないかなと思いますね、だからやろうとしていることはやっぱり出てはいますよ、サイトを出してるんですね、はい、それできてないんですね。左を返します。ジュラン、あと残り30秒まもなく切ります。ラストラウンド、最後またあのカウンターみたいですね。タイミングバッチリのあと一発みたいですね、おミラッパ、ミラッパです。ちょっと突き放して一発みたいですね、さあ最後見せてくれるか。残り15秒を切りました。もう疲れましたね、疲れ、ね、てしまったか、このままラストのゴングを聞くんでしょうか。試合終了です。ロベルト・ジュラン115試合目、これは勝ちでしょう。おそらく1ラウンド見た時にはどうなると思いましたけどね、膝が伸びきったまま、足が伸びきったままですから、まあ今までそういった倒れ方はしなかったんですけどね、はい、倒されの試合でした。ロベルト・デュラン対エリック・エルナンデス。まあでもパナマのお客さんはデュランの試合を10ラウンド30分入れて幸せでしょう。そう考えた方がいいかもしれませんね、リング内はもうすごいですね。もみきちゃんになっています。勝利いたしました。